20日午前10時55分、急性心不全のため、滞在先の大阪市内のホテルで死去。2015年6月に、相撲協会から、誰もが思いがけない貴ノ浪の突然の訃報がもたらされました。新聞各紙は、一斉に、この事実を報じましたが、このことには、衝撃の事実が隠されていたのです。平成10年、相撲界では、若貴兄弟の活躍に日本中が熱狂していました。そして、同じく、若貴兄弟と双子山部屋に所属し、江戸時代に無敵を誇った雷電とほぼ同じ体格で、若貴よりも、素質的には上だという専門家からの声が多かった、大関の貴ノ浪。そんな貴ノ浪は、曙や若貴兄弟など、各界の歴史に残る名力士がひしめいていた時代でもあり、結局、横綱昇進の夢を果たすことは叶いませんでしたが、着実に実績を残し、幕内最高優勝2回、大関在位37場所で、歴代7位の名大関として、存在感を示しました。2004年の5月場所をもって現役を引退し、年より音羽山を襲名しました。貴ノ浪の断髪式には、癌の重病を押して、師匠である双子山親方が、駆けつけたことも話題になりましたね。そんな貴ノ浪が、43歳という若さで、突然この世を去ったことは、日本中に衝撃が走りました。また、この貴ノ浪の死因に関して、信じられないストーリーがありました。それは彼の死は、腹上死。つまり、成功の最中に突然、死亡したと言われているのです。なぜ、音羽山親方のような今後も期待される親方が、悲劇的な最後を迎えることになってしまったのでしょうか。2015年6月、音羽山親方死去の一報を受けた日本相撲協会は、大阪市内のホテルで死去と発表しました。ですが、このホテルとはラブホテルであり、その事実は隠されていました。音羽山親方は、妻に、友達5人と会ってくると告げ、大阪に向かいます。そして、6月20日の午前10時20分頃、音羽山親方は、大阪府豊中市の走りにあるラブホテルに姿を現しました。音羽山親方が会っていたのは、友達5人ではなく大阪妻だったのです。それから、30分足らずの間に、音羽山親方の爆弾を抱えていたと言われる心臓に異変が起き、最悪の事態を迎えてしまいます。このあっという間の出来事の真相を、大阪府警の関係者が次のように語りました。取り立てて特徴のない一室で、親方は、大阪妻と我に及んでいた。それが30分もしないうちに状態が悪くなって、慌てた大阪妻が、受付に連絡をよこしたんです。さらに語ったことによると、ホテルからの119番通報を受け、救急隊4人が向かったものの、時すでに遅し。死因は急性心不全だけど、いわゆる腹上死。貴ノ浪は有名人だし、当時話題になっていた連続生産不審死事件のこともあって、司法解剖へ回した上で薬物検査もした。けど、死因に不審な点はなかったんです。急性心不全だったことに違いはありませんが、それが腹上死だったということを知った、妻にとっては二重の悲しみだったでしょう。また、引退前後に生まれた一人娘のお子さんも、さぞかし悲しんだことでしょう。このことは、各界のタブーとして事実は隠されてきましたが、時間を追うごとに、一家の大黒柱の急死という悲しみに暮れる遺族をよそに、真相は、関係者の口から口へと広がっていきました。突然死から、2日後、名古屋市内で告別式が営まれました。ここには、300人の列席者が、まだ若いのに残念、という声が多く聞かれました。一方で、腹上死だってさ、との、物騒な単語も飛んでいました。このような噂は、人の感情を強く揺さぶり、世間に広まっていくのも早いものです。実際に、音羽山親方が急死した1ヶ月後には、週刊誌が噂を嗅ぎつけることになりました。そして、週刊誌は、死因は腹上死、ということをスクープとして、報じられることになってしまったのです。各界のタブーが公になりました。隠そうとすればするほど、噂は広まってしまうものです。残された家族は、たまらない気持ちだったことでしょう。音羽山親方は、現役時代に、今では考えられない豪快な生活習慣を送っていました。タバコは、1日2箱は吸い、お酒は、1日3升を飲み、ウイスキーをグラスピッチャーに注ぎ、氷を入れて飲むなんて当たり前で、それでも二日酔いもせず、芸妓に励んでいたようです。そのため、病気のイメージとは無縁で、健康としか見えなかった音羽山親方だったのですが、実は、大関昇進後に、心臓疾患を抱え込むようになり、病と戦いながらの相撲人生を過ごしていました。そして、
2004年5月、心臓の病が悪化し、その状態は入院しなければならないほどでした。親方への転身後も、心臓疾患に悩まされ続けながら、後進の指導に当たっていましたが、ついに、2006年1月末には、巡業中に倒れてしまいます。病院に搬送されましたが、音羽山親方の体の状態はかなり悪く、急性呼吸不全、心房細動、敗血症など7種類の病気を併発していました。一時は、心臓が停止状態になるなど、一歩間違えれば死んでいたかもしれない状況だったようです。さらに、2014年には、胃がんが発見されて手術をするなど、引退後は、入院と手術を繰り返すようになっていたのです。このことから、音羽山親方は、さすがに、健康に気を使うようになり、お酒やタバコをきっぱりとやめたそうです。また、心臓だけでなく高脂血症や高血圧症などの持病があり、この疾患が常に重い負担を心臓にかけている状態だったのです。競技人生の中で発病し、負荷をかけてきた音羽山親方の心臓なので、愛人とラブホテルで密かに会うこととなれば、精神的に興奮状態となってしまい、さらに心臓に負担をかけることになってしまいます。そして、性行為には心拍数や血圧を急激に上昇させるリスクも伴い、不倫はスリルによる緊張感と興奮が高まるため、副上司のリスクが高いと言われています。その状態で行う性行為には、危険な条件が揃ってしまっていたのです。このことから、急性心不全は起こるべくして起こったと考えることもできます。音羽山親方は、有名な元力士でもあり、周囲の視線などを考えると、自身の緊張感は極度に高まり、かなりの負担が心臓にかかっていたことは、想像に難くありません。これに対して、在職30年の間に500件以上の副上司に立ち会ってきた元東京都監察医務院長の上野正彦は語りました。本人は体調は悪くないと高をくくっていたのでしょう。心室が痙攣した結果、胸を握りつぶされるような激痛が走り、うめくことしかできない。呼吸困難ゆえに胸や喉をかきむしったり、口から血の混ざった泡がこぼれることもある。それが30秒弱続いた時点で意識を失い、2から3分したら心臓停止。これ以前に電気ショックを与えられれば蘇生の可能性があるのですが、と述べました。実際、音羽山親方が利用したホテルには AED などの装置は備え付けていませんでした。先ほどの上野氏の言葉から、 AED がホテルに備え付けてあり、その装置を使いこなせる人が存在していたら、音羽山親方は命を落とすことはなかったかもしれません。いくつかの不運が重なったこともありますが、まだ43歳という音羽山親方の若さを考えれば、薬や生活習慣に気をつけ、病気をコントロールさえしておけば、急性心不全で命を落とすようなことはなかったかもしれません。音羽山親方の自己管理の甘さが突然の死を迎えてしまった原因かもしれませんね。十数年前に力士の平均寿命は60歳強と言われていました。明治から昭和初期までなら55歳と言われていたのです。着実に力士の寿命は伸びているとはいえ、現在の日本人男性の平均寿命からすればかなり短命だと言えます。力士は毎日のように、朝稽古の後は、食べて寝ての繰り返しで体重を増やさなければなりません。その結果、無理をして急激に太るので、どうしても心臓に負担がかかってしまうのです。現役親方の中にも、今回の音羽山親方だけでなく、心臓に持病を抱えている親方は少なくないと言われています。近年では、引退してから酒やタバコをやめて節制に努める親方もいますが、現役時代のツケに苦しんでいる親方が多くいることが実情なのです。いかがでしたか？43歳という若さでこの世を去った音羽山親方。一人の人間としても、まだまだこれから先が楽しみな人生だったことでしょう。そんな中で、家族や仲間を残しての旅立ち。本人も無念や後悔などやりきれない思いを抱いていることだと思います。大関貴乃波として記憶にも残る実績を残してきました。この件がなければ、今頃相撲協会を貴乃花親方と共に引っ張っていく存在になっていたのかもしれません。音羽山親方は貴乃花親方の右腕として貴乃花親方から期待されていました。貴乃花親方は通夜で気丈に振る舞っていたものの、やりきれない気持ちを抱いていたといいます。貴乃花親方にとって大きなダメージになったことでしょう。もし生きていれば、貴乃花親方もおかしくはならなかったかもしれませんね。仮に、音羽山親方が生きていれば、今の相撲界とは違う姿になっていたかもしれません。
ですが、音羽山親方の最後は、相撲界で触れてはいけないタブーを作り出した張本人となってしまいました。そして、相撲界が、様々な問題を抱え、非難の声が高まっている中で、さらに、負のイメージを世間に、抱かせてしまいました。せっかく、実力も人気も兼ね備えた力士であったのに、このような最後を迎えるのは、悲しいですね。最後に、おそらくご自身も無念であったであろう、貴ノ浪さんのご冥福を心よりお祈りいたします。